数学教師芸人の高田先生だいいよ算数を楽しく学ぶ親子で算数ワクワク教室に参加しませんか8月10日土曜日午前10時からと午後1時からの2回福岡市早良区の RKB 放送会館で開催します対象は小学1年生から4年生とその保護者各回30組参加費は親子ペアで3000円ですご希望の方は RKB オンラインの特設サイトから7月20日までにお申し込みください4649よろしく 毎週木曜日のこの時間は飯田和夫のブラッシュアップです。さあ、あ飯田さん、今日はまず上川陽子外務大臣が行ったカンボジア訪問の話題からですよね。はい、えー。先週の5日でしたね。はい、あの上川大臣がカンボジアの首都プノンペンで、えー、先方の外務大臣と会談しました。はい。で私はですね、えー、このテーマに注目したいと思ってます。ほう。でうはい。それはあの。 あの日本とカンボジアの間でのデジタル部門での分野での協力、まあ、とりわけあの日本がカンボジアのサイバーセキュリティ対策で連携していくという内容なんですよあ<ー>で、まあ、距離的にカンボジアと日本は遠いんですが、えー、これは,実は日本に住むわれわれにも、はい、日本からカンボジアのへの支援というと橋とか公共施設といった、まあ、いわゆるインフラ の整備ですとか、うん、あと内戦時代から残る地雷の撤去とかですね、そういうことを思いつくんですけども、飯田さんは今回、デジタル分野での協力に目を向けたというのは、何かやっぱり背景、理由があるんですかね先ほど申し上げましたあの、サイバーセキュリティ対策ですね、はい、まあこれは一般的にあの公的な機関とか、はいえー、また民間企業へのサイバーネットワークへの、まあ、外からの攻撃を防御することさ指しますね。うん、はい カンボジアの場合はまだまだこれが脆弱で、うん、え危険という思う意識もひ、まあ、低いわけなんですよ。はい。実はこれがインターネットを活用した国家の発展を阻害しているんですよね。<ー>えただあの、それだけではなくて、ええまあ、デジタル分野での協力とは、あのインターネット全体への、まあ、カンボジアの国民の認識を高めること、これも含まれていると私は思います。うんあ カンボジアはインターネット犯罪のまあ国際的な拠点の一つなんですよ。ええ、あ、そうなんですね。ええ で攻撃を受けるだけじゃなくて、うん、カンボジア国内からの犯罪行為もおいろいろ仕掛けているとそんな現実も直視したいと思います、うん、ですからあのインターネットだから、えー、国境も越えていくわけですし日本でも大きな被害が出て,くると出ていると、まあ、そういういことですね、まあ、確かにあのそのカンボジアもですけども含めて東南アジアの国々を拠点としたネット犯罪というのは増えてますよねそうですねあのとなんですが、はい。 でその犯罪の広がりを象徴するような出来事がありました。えっ、ー、と紹介したいんです。あの中国の真ん中辺にあの武漢という拠点都市があります。はい。その武漢の空港での様子を中国メディアがこんな風に報道してました。インターネットを悪用した詐欺に関与したとして中国人の容疑者135人がカンボジアから中国に送還されました。容疑者らは 中国の公安当局が用意したチャーター機2機に乗って、本国に移送されましたチャーター機2機って、しかも135人っていう、この規模の大きさ。<laughs> ね、ちょっっとびっくりで、すねこれびっくりのですね、はあ、でで今年に入ってですね、<え>この4月まで合わせて、<え>計680人の中国人がカンボジアで、まあ、逮捕、拘束されて、中国に送り返されてるんですよ。<laughs> はあえ で当然中国の公安当局もこの国境を越えたネット犯罪の撲滅を進めています。えー、まああの同時にオンラインを使った違法な特に賭博行為ですね、えーえー。まあこういうふうなこととかまあ詐欺などの手口をいろいろ紹介しながらですね国民に向けて注意を呼びかけています。そういうこうネットを使った外国人のその犯罪集団がなんでカンボジアに拠点を置くんですかね。 そうですね。あのま中国のケースで言いますと。と、えええー、理由はいくつかあります。はい、一つはまあ、中国とカンボジアが陸続きで国境を接していること。おまあ、えー、簡単に中国人の犯罪集団がカンボジアに流れ込んでいると、はい、でまたですね。あの国境を越えてカンボジアに入った。すぐのところに。 中国資本が投じたカジノ施設が、まあ、いくつかあるんですよ。ほー。でもいくつかあるんですよね。なるほど。で、まあ、これもあの、ある意味、え蜜、ー、月関係にある中国からカンボジアの支援の一つなんですよ。なるほど、はい。で、カンボジアに金をかけるの、あまあ、カジノにか金をかけるのはカンボジア人だけじゃなくて、<A> えー、主にやってきた中国人の旅行,旅行客なんですよ。あー、中国ではできないからですね。はい。なるほどですね。なるほど。 ただし、違法営業が目立つんで、えー、カンボジア当局も取締りに乗り出していると。えー、まあそこで、えーまあ、運営費、維持費が比較的かからないインターネットでのそのおギャンブルシステムが出来上がったと。は<ー>でもう一つは、はい、その理由はやっぱり何よりカンボジアの法整備がまだ未熟な点。<ー>でインターネット上のまあ管理システムも整っていないので、このような犯罪の温床になっている。まあ、こんな一面もありますね。う まあでもさっきの中国の送還のされた時の規模にはびっくりしましたけど、ただ、そういう組織的な詐欺をめぐっては、日本でもカンボジアをはじめとした海外を拠点とする特殊詐欺グループっていうのは、されてますよねその通りですね、はい、昨年9月のことなんですが、えー、まあ日本人による特殊詐欺グループ25人がカンボジアで身柄拘束されてます。 でこれはの日本とカンボジアの警察同士の協力でして、えええー、日本の警察からのあ情報提供によって、えー、カンボジアの警察が、まあ、アジトに踏み込んで、一網打尽にしたというわけなんですよね。で、この日本人の詐欺グループは、はいえー、カンボジアから日本人のお被害者に対して、まあ、まあ、嘘のお肩書き、き日本の携帯電話会社ですよって名乗って、有料のウェブサイトの支払いが、えー、滞納されてますよと。 まあ偽のメッセージを送っていた。はい。これで電子マネーを騙し取ったって言うんですよね。あ<ー>、まあ。まああの警察庁によると昨年2023年1年間でカンボジアなどまあ4カ国で日本人が合わせて69人まあカネラが取次ぎを働いたとして逮捕されてますね。<ー>はい。その数の多さにもびっくりしますけどもそれだけ数が多いと被害も大きいってことになりそうですね。その通りですね。でまたですね車のお届くべきニュースなんですけど。えー 国連が去年こういうい発表をしましまた、うん、カンボジアのオンラインの詐欺拠点で、えー、自分の意思に反して強制的に働いていた被害者が、まあ、10万人を超えるっていうんですよ。で彼らはまあ主に被害者は主に若者で、うんえー、これにも日本人を含めた外国人が目立つんです。はまあ、マネーロンダリング、うんまあ、仮想通貨に関する詐欺、まあ、それにあの、うん、結婚をにおわせたロマンス詐欺ですね。あ<ー>うん でまあ、これ彼らがまあオンライン詐欺の業務に、えーまあ、無理やり働かされたことですねうんで。もう一つ、これは今年のことなんですが、今年3月に、えー、ASEAN、東南アジア諸国連合がプノンペンでオンライン詐欺防止に関する作業部会を開きました。お<う>これ初めてなんですよ。<ー>ここでもね、えー、カンボジアで作業部会,部会を開いたっていう意味は、まあ、この国が犯罪の拠点になっていると。まあ、なんとかしなくちゃいけないっていう、まあ、思いの証だと思いますね。う そのカンボジアの重要度でいうとカンボジアとやっぱりこう緊密な関係にある中国を牽制するっていうところも念頭において日本もさまざまなアプローチを続けているってことなんですかねねそうです、ね、あの冒頭の上川大臣の話に戻りますがあ<ー>あの日本がカンボジアでのお、まあ、デジタル分野の協力を進めていくと。 という取り組みは、ええ、これ実はカンボジアの政府や企業のためだけじゃなくて、はい、一般市民を含めたインターネットを使った日々の活動を向上させていく。まあ、これにはやっぱ欠かせないんですよね、うんで。この取り組みがカンボジア国内で浸透していけば、国内、国外ですね、外国へ向けたネット犯罪にも効果があるはずだ。ええ、そういう考え方もできます。うん <で>えー、さっき田畑さんもおっしゃったその道路や、はいえー、橋を作るっていうインフラ建設、あはいまあ、これも重要なあのインフラ整備なんですけど、ええまあ、同時にです、ね、中国が影響力を広げようとしていることを視野に入れながら、日本はこのデジタル分野で協力していこうっていうのもいいと私は思いますねで最後なんですけど、はいまあ、日本ではこうやって猛暑が続く中で、ええまあ、私も含めての、屋内にいる時間が多い人も で、お家やオフィスにいて、まあ、パソコンにその、えー、向き合う時間も多いでしょう。でうん、そうすると、まああの、疑わしい、怪しいメールが届くこともあると思うんですよね。届ききまますす、うんはい、発信源がやっぱり海外ののの場合合もも少なくありません、はい、ですからあのパソコンやスマホに向き合うここことも多い、まあ、この時期、まあ、この夏は本当 みんなで注意したいと思いますねでそこに貼ってある URL とかには思わずこうクリックとかしてしまわないようにやっぱり注意もしなきゃいけませんよね、うん、はい、えー。ここまで飯田さんありがとうございましたありがとうございましたはいありがとうございました落語家の立川翔史です一週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組立川翔史のニュース落語 もう聞いていてたただきましたか政治家の問題発言や動物たちのほほ笑ましいエピソードなどなど落語の世界でお楽しみください。 アップル、スポティファイアマゾンの各ポッドキャストで立川少子で検索してフォローお願いしますまた YouTube でも聞くことができますよさらに生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川少子キーサイトを聞いてください毎週金曜朝6時半から10時まで生放送中ですさらにこの立川少子ニュース落語は本で読むこともできますお近くの書店ネット通販でお買い求めください 本と音声両方で立川彰子のニュース落語どうぞごひいきに。